任務じゃなかったんですか？なーに、任務じゃなければ来なかったつもり？そんなに私と一緒に食事は嫌かしら？いえ、そういうわけでは。先生と食事なんてむしろ光栄です。しずるさんと呼びなさい。今はプライベートなんだから。しずるさん、一体どこへ？この先に清掃を貸してくれる店があるの。まだ時間はあるし、そこで着替えなさい。こんな高級レストランだったんですか。メニューも読めないし。うわ、この値段、桁二つ間違えてませんか？キョロキョロしないの。それにこのくらいなら私の授業をちゃんと聞いておけば読めなくはないはずよ。あなたは風魔宗家の当主でしょ。今のうちに慣れておきなさい。そうは言っても。そうね、いいことを教えてあげる。こういう場所ではね、女の価値は同席している男の価値で決まるのよ。このくらいの男の食事の誘いに応じる、釣り合うような女なんだ。私、そういうところはあなたのことを買っているのよ。どういうことですか？誰かのためとなると、途端に大人の男でもそうはいないくらい冷静で真剣になれるところよ。特務中隊のリーダーとしてこれ以上の資質はないと思うわ。それに知っているのよ、その立場にあぐらをかかず任務の合間に鍛錬も欠かしていないこと。どうしてそれを？秘密。大丈夫、誰にも言わないわ。だけどそれを隠すのも周りの負担にならないようによね。お見通しなんですね。でもそんな風に言われるほど俺は。そうね、その分授業をサボったり自分のことはおろそかにしているものね。なるほど、そうだったんですか。でも確かあの時は。どうぞこちらのお席へ。ああ、ありがとう。そうだ、これを取っておきたまえ。いえ、そんな。いいから。その代わり一つお願いがある。20分ほどここには誰も近づかないでくれ。料理もその後で頼むと皆に伝えてほしい。かしこまりました。しずるさん？あ、ごめんなさい、少し酔ったみたい。
なんだ。はい、チーズ。貴様、記者か。いいえ、通りすがりの正義の味方よ。お前たち、入ってこい。おいおい、早まるなよ。君くらいの美人なら死ぬよりかはマシな待遇をさせてあげよう。おあいにくさま。じゃあ、あとはお願いね、風魔くん。え、俺ですか。って、あいつも仲間か。そんな気配みじんもなかったってのに、揃いも揃って盟友ばかりってわけか。いや、その、俺は何も知らされてないっていうか、任務じゃないって。あら、任務とは言っていないとは言ったけど、任務じゃないとは言ってないわよ。それに、英語の授業サボりすぎで、このままじゃ進級できないわよ。これはその補習代わりってこと。鍛錬の成果を見せるいい機会よ。全員捕まえて、一人も逃しちゃダメだからね。そういうことか。お前たち何をしている。かかれ。